はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、皆さんは DD ダイナマイトというカードをご存知でしょうか。ご存知ない方ももしかしたら多いかもしれませんね。これね、マスターデュエル初期の頃に流行ってたんですよ。ちょっとだけDD ダイナマイト、ダイナマイトっていう相手の除外状態のカードの数かける300ダメージを与えるっていう効果なんですけど、これとフィードバックっていうカードをコンボして相手のライフにめっちゃダメージ与えるよっていうコンボ。一応 DD ダイナマイト2枚とフィードバックが揃うと先行、まあ、実質相手のドローフェーズなんですけど、実質先行ワンキルが可能になるっていう、まあ、そういう激モコンボがあったんですね。でそれがキモすぎて、なんか、DD ダイナマイトが謎に純正弦になるっていうなんか事件が起きたんですけど、これ結構前なんですけどね。でいろいろ今現代遊戯王カードプールが増えまして、これ今DD ダイナマイトデッキ組んだらどうなるんですかっていうコメントが、まあ、YouTube の、動画に寄せられましてですね、令和の DD ダイナマイトデッキを組んできました。まあ、意外といろいろ増えてるんですよ、このダイナマイトを発動できるカードが。例えばですね、トラップトラックとか、トラップトリックはちょっとね、やっぱね、ダイナマイトが2枚しかないから使えないんですけど、やっぱ基本的には。なんですけど、このトラップトラックとかは2枚でも、一応1枚カードデッキからセットしてくるって効果なので、2枚でも大丈夫なんで使えるということで、トラップトラックと、あとはロールバックですね。ロールバックは、1回使ったDD ダイナマイトをもう1回墓地から発動いきますんで、コピーしてね。なんで、ここが2枚増えてるから、もう割といけるかなと思って、今回は、こういうデッキを組んできた次第です。はい。ちょっと結局ですね、なんかそのコンボパーツがいろいろ、まあ3枚ぐらいあるので、まあ、それの大変なんで、なんかそのドローソースとかは結構入ってないとか、あとヒーターはロールバックしてないんで、ホルスが入ったりとかするんですけど、あと、ロールバック墓地落とせるんで、なんか、リゾネーターフレームクライムムーブが入ったりとか、まあ、するんですけど、なんかいろいろ工夫して令和版に作ってきたんで、よかったら、使ってみてください。まあ、そこそこ決まるから。うん。はい、デュエル、スタンバイ。令和の時代にカップオブエース使ってるの多分俺ぐらいなんじゃねえかな。マジで頼む。あー、うわー、やばい、ほぼ無理だ、もう無理だ、助けてくれ。あ、もうワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンあるぞ、ワンチャン頼む、頼む、マジでマジでマジで頼む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 。あ、よし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 。あー、なるほど、なるほど、ロレバー、ロレバーか。ちょっと待って、ね、ちょっと待ってくださいね。であるならば、これはもうこうするしかねえな。こうして、あ、オッケー。とりあえずなんか一応展開は通ってんな。あー、フレームクライム来たか、あんま関係ないな。今一応王の棺発動しますか。ちょっとこれマジでジャイアントレーナー取んないと、これなんか G かなんかあるね多分ね。これずっとチェーンしてるから多分常時はある。でもなんかうららは多分ないと思う。ポップラップとかに打ってると思うから、あったらうららはないと思う今のところ。あと無限法要とかベクトベーラーがあるかどうかなんだけど、もう常時は知らんから、もっと行くしかないんだけど、俺常時は知らんから行くしかなくて、でまあこれこうしますよね。はい、で、あ、そうだよね、オッケー。で、ガンマケアでここに打ってきた話だよね、多分。で、まあこれこうします。はい、でもうね、知らんす、マジで。ほんと3枚ドロー以外にも道はないんで、マジで通れ通れ通れ、マジで通れ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 頼む、いけ、ジャイアントレーナー、ワクタウン効果発動。うわー、通った、よし、通った、マリス、あ、え、あ、マリスじゃない、リリス、これリリス、あれ、あれ、リリス来たらもう決まってんじゃない、これリリス来たらもう決まったろ。リリス効果、一応リリス、リリース、リリスをリリース、はい。で、これで、3枚見せて、あ、これ行きましたね、これ行きましたね、何も妨害なければ、何も妨害なければ行きました、これ多分。3枚見せて、好きな カードをセットしますよ、オッケー。だからこれ人影ジャイアントレーナー通った。やばい、カップオブエース相手2枚引かした後に人影カップオブエース成功したから、これいけるぞ。まああとの2枚はこれどうでもよくて、割と、はい。でカード1枚セットして、まあ出す必要もないんでこれエンドしましょう、もう。はい、で
これで相手のターンになりますよ。6400しかないですよ、相手のライフなんで。これフィードバックいきまーす。自分のエクストラデッキをめっちゃ除外して、相手のエクストラデッキをその分だけ除外しまーす。はい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 。エクストラデッキ13枚じゃないの、甘いじゃないですか。まあ、13枚だとこれで6400しかないから削れますけどね。でねーダイナマイト、ウルマークの効果発動。でねーダイナマイト、はい。レイワのでねーダイナマイト。ゴミデッキすぎるなマジで。これ後手もワンチャンホルスが通れば勝てるかもしれないっていうのがマグロの推しポイントだね。推しポイントではある、一応。これどうしようかな。これインビステティー、これどっから踏むかな。これウララをねどうやって踏むかなんですけど、まあ、ロルバ捨ててこれで踏むしかないかな。あーなるほど、打たない打たない打たない。トラトリー、あトラトリー強いね、トラトリー強いやん。もうこれ決まったけど。あれもうこれコンボパーツ揃ったぞ。ちょっと待ってくれ。王の棺発動。はい、多分これ G だな。じゃあ多分 G ですね、多分 G だと思います。一応これこうします。はい、余計なことせんともこれだけで勝ちなんだよな。フィードバックなんか余計な動きしないで、もうなんかこれだけで勝ちなんですよね実は。これ強くないですか。なんかマジでこれでエンドル勝ちです。はい、行きましょう。なんかはい、わかんないですけど相手ゾウジー多分持ってると思うんですけど、まあ、あんま関係なくてゾウジーとかは。でこれ相手のドローページにフィードバックっていう最強カード打つんですね。でフィードバック効果発動して、でこれで、エクストラデッキを15枚除外して相手のエクストラデッキも一瞬除外すると。はい、でこれ、チェーンしてトラップトリックを打ちますよと。でホルスの栄光イムセティパイセンを爆発させて、デッキからトラップカードをセットできるよという効果ですね。ディダメとセットしながら、まあ、エクストラデッキのカードをすべてゲームから除外させてもろて、で15枚除外すると相手のエクストラデッキが15枚全部除外されて、はい、で、デデダイナマイト4100バーンかな。あ、誓いのエンブレーマー、オッケー、センチュリオンね、了解。いいよ、全然いいっすよ。なんか無駄に動いてる相手、刺したか相手、これから何が起こるか刺したか。DD ダイナマイト、 DD ダイナマイトワンキルの動き知ってんのかお前。やるな、4100バーンかな。はい、でロールバック、さようなら対戦ありがとうございました。このデッキカスすぎるだろ。あーなんか割とこれ展開通ったらもうすでにこれなんかいけるそうな反動してるけど、とりあえず無の煉獄っていいな、無の煉獄発動で、あトラプトリック来た、トラトリ来た、これ揃いましたね。揃いました、はい、これ揃いました。コンボパーツどうする、なんかあれだな、相手なんかあるな。フレームクライム特殊召喚したいんだけど、なんかあります？あ、 G ですね、あ了解です、 OK です。まあじゃあ、フレームクライムで、800ダメージをぶち込みまして、おいでバギーンってなって、おい、じゃあまあ特殊召喚し、ここで止めてこれでエンドですね。はい、これだけで勝ちなんで、マジでください、このデッキゴミなんで。で、フィールバック発動、自分のエクストラデッキのカードをひたすら全部除外して相手のエクストラデッキを死ぬほど除外していく。うわ最強、あれあれ、えお、え、あ12枚しかねえ、何これ、待って、相手エクストラデッキ12枚しかないぞ、なんでや、なんでや、なんで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 、やばい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 、待ってこれ待って、あでもこれ800ダメージ与えてるからこれワンチャン取る癖ある、
届く説あるこれ。あ、届くわ。来た来た来た、あぶねえ、あぶねえ、届くわこれ、あぶねえ。神ゲー起きた。何このエクストラデッキ12枚って、どういうこと。俺なんか令和の時代にお前 DD ダラマイとケアしてんじゃねえぞてめえ、マジでクソが。あぶねえ、あぶねえ、マジこいつなんやねん。不安だりんす食べちたくない。あ、いいよ別にいいけど、除外するからこれさ、これあれじゃない、1個増えるんじゃない、また、え、回復あんの、うわ、耐えられた、耐えられたんだけど、何これ、嘘でしょ、え、待って、なんか耐えられたんだけど、ふざけんなよ、なんで DD ダイナマイトケアしてんだこいつ、エクストラデッキ12枚って何。